皆様こんにちは、愛です。本日はこちらになります。10月のイプシーバッグが届いておりますのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ビログでもねお話ししていたかなと思いますが、イプシーバッグですね、郵送用の梱包がね変わりましたね。もっとこうメタリックなギラッとしたねピンク色のバッグだったんですけれども、こっち住所のついてる方は何のデザインもないんですが、優しいピンク色のイプシーっていうねデザインが入って、ディスカバー岩セルフって書いてありますが、こんな感じのねパッケージになりました。今月はですねアドオンアイテムを一つ入れたので、先月に比べたらほんの少しかな、配送遅かったかなと思うんですけど、数ヶ月前にアドオンした時は本当月の終わり頃、その月終わるんじゃないかっていうギリギリに届いていたんですけれども、それに比べたら早かったかなと思います。月の中旬ぐらいには届いているので、まず今月のカードになりますが、表面ねこのようなデザインになっていまして、フラントリートって書いてありますね。それを誇示するっていうことですね。裏面はこのようなデザインで、内側ね今月の商品の説明がありますが、表面に書いてあることは、自分自身がね好きなもの、愛しているものに夢中になりましょう。それは何が美しいと感じるか、カッコ書きでその唇だったりそのお肌だったりを今披露する、見せる時です。そして象徴的な美しさのミューズでもあり、自信を持つっていう方の自信ねの女王ベティブープよりも、それをもう何も読まずに誇示するために、あなたを奮い立たせるのは誰ですか、まあその含みであなた自身ですよっていうことだと思うんですけども、怒っておりますが、ここにも書いてありました。今月ですねベティちゃんとのコラボになっておりまして、イプシーとベティちゃんとのコラボのコスメも作られてて、バッグのデザインもベティちゃんになってるんですけれども、後でご紹介しようと思いますが、裏ね先月ねメールが来てて、この中から一つ選んでっていうねメールが来ておりまして、今月のね商品の中からまあ自分の好きなもの一つ選べるようになっていて、まあそれ含め5つっていうカウントになると思うんですけれども、イプシー登録した頃にも選んだかなと思うんですが、その後ねなくて、また商品が一つね選べるようになっているようで、まあ、これがいつまで続くのかわからないんですけれども、そのイプシーマッチ選ばれる時に好みを知るための基準にもなるから、こういうことがねあるのかなと思っているんですけれども、11月の分はね10月のね23日にねメールが来るようですね。今月私特に選ばなかったですっていうのも、まあどれでもいいかなって思ったのもあって、ですがまたね23日に来たねメール見て、あこれが欲しいなと思うものがあったらね、それ選ぼうとは思っております。そしてビログでもね少しお話しいたしましたが、今月からですねイプシーバッグで少しだけ値上げされておりまして、今まで毎月10ドルプラスタックスだったんですが、12ドルプラスタックスになっております。1年間のプランにすると10ドルプラスタックスになるみたいですけども、まあ一括払いで120ドルですね支払うことになるようで、全然この辺見てなかったんですけど、スキッパーマンスですね、まあ来月いらないよとかっていう設定もできるようですね。システム変わったりとかもありますけども、価格の変更っていうのはね結構大きなね変更かなとも思うんですけども、まあいろいろありますからね、値上げせざるを得ないのかななんても思いましたが、まあそんな変更がありました。ということでですね、先ほどからお話ししておりますが、今月のバッグですねこちらになります。可愛いですよね、ベティちゃんのお顔、お鼻から上パッチリお目目ですねのデザインとなっておりまして、裏側はねスパンコールっていうのかな、びっちりとねついておりまして、めちゃくちゃキラキラしております。まあ肌触りはそんなに良くないかもしれないけど、引っかかって、まあでも切れるっていうほどシャープでもないかなと思いますが、このねファスナーの持ち手が B ですね、ベティちゃんのイニシャルの B ですね、ハートになってますね、可愛いですね。で開けると中は黒い真っ黒で、ここにベティブープバイイプシーっていう、こういうのなんて言うんだっけ、もう名前も出てこないけど、ついてますね。これ私デザインじゃないと思うんだけど、私の声多分汚れじゃないかなと思うんだけど、お目目のところ黒くなってると思うんですけど、こっちになってないから、デザインじゃなくてちょっと擦れて汚れちゃったじゃないから、白い部分がと思っておりますけれども、まあ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 、こういうこともねあるだろうなと思いますので、とっても可愛いポーチですので、これはね早速使いたいなと思います。こちらのバッグの説明
はウィンクで勝つって書いてあるね。自信ですね、先ほどから申し上げておりますが。の女王ベティブープがあなたにあなた自身を誇示しフライトを飛翔させるってことなのかな、そして感じるようにインスパイアさせますって書いてありました。まあ、ということで今月ね、最初にも申し上げましたが、アドアイテム1点含め全部で6点ですね、商品ございますので1点ずつご紹介していきたいと思います。今月顔面ほぼほぼ仕上がってるかなと思うんですけど、目周りだけですね残っているんですが、1本ブラシが入っておりました。クラウンブラッシュの CB202 プロチゼルフラッフ&プレシジョンクリースブラシになります。名前が長いんだけど、こっちがチーゼルフラッフブラシかな、でこれがプレシジョンクリースブラシじゃないかなと思うんですけど、こっちは結構しっかりめ、こっちは柔らかめだけどフラッフと書いてありますが、へたる感じなくしっかりめのブラシですね。こうなんかプルンプルンってするとなんか出てくるけどこのブラシが前イプシーに入っていた時もお話しいたしました。ちょっと置き場に困るんですよね、こういう両方についているものね。使い勝手はいいんですよね。特にこれはブレンディングブラシとアイシャドウ塗りやすいね、先細いになってるブラシなので、まあだから下手したらこれ2本で旅行とかはこと足りるかもなって今思っているんですが、とりあえずね説明を読んでみようと思います。今後数年間、このね、デュアルエンドのアイシャドウブラシを使って、自分自身をね、見つめることができるって書いてありますね。それは見事なだけでなく、本当に機能的である、ローズゴールドフェルールを持っています。これのことだと思うんだけど、フェルールってなんだろう、ちょっと調べてみようか。アリングオアキャップ。あ、なるほどね。日本語がなかったんだけど、調べたら、アリングオアキャップって書いてある。ここのことでしょうね。これのことすべてをフェルールっていうのかなと思うんだけど、これがすごく機能的で使いやすいのか、もしかしたらこう壊れにくいのかなって思ったんですが、まあそういうことじゃないかなと思います。今回もいろいろ難しいこといっぱい書いてありますね。非常に柔らかい毛はピグメントを拾い上げてパックしますが、こっちだと思うんですけど、正確な弾丸の形って書いてあるんだけど、はまぶたのクリースに簡単にフィットイントゥって書いてあるね。まあ簡単に入り込みますっていうことだと思います。これはあなたを失望させない手作りなんだ、ハンドクラフティッドのプロフェッショナルのツールですって書いてある。一番最初のねストロークですぐに品質を感じることができます。これセンスティックですね。合成毛なのでパウダーをねホールドするのに十分な硬さがあって、それでいて手触りが柔らかくて滑らかですって。カードにもほとんど同じようなことが書いてあるからだと思うんですけど、まあフラッフィーの方でベースカラーを取って、で、ポイティットの方で濃いカラーを取って、アウターコーナーとかに入れて、こうディメンションしてねって書いてありました。ということでね、こちらね、また後で使おうかなと思います。そして今月ですね、私選んだアドオンアイテムですね、フルサイズのものなんですけれども、アイシャドウパレットにいたしました。それがですねこちらになります。そう、これベティちゃんとのコラボレーションのアイシャドウパレットなんですけども、ベティブープ by イプシー ザッソーベティアイシャドウパレットになります。パッケージとってもシンプルで可愛いですよね。ベティちゃんのシルエットになっていて、開けるともう一個箱が入ってるんですけど、ちょっと反射してるけど、このようなですねパッケージとなっております。分かりづらくて本当申し訳ないんですけど、めっちゃ反射しちゃってるね。中身このような感じになっていて、数字加工されてるシールがね貼ってるのでね、これ親切ですね。でペラペラもついていて、まあ、鏡ついていて、このような発色ですね入りのパレットになります。これめっちゃ可愛いなと思って私欲しいなと思って選んだんですけれども、まずちょっと説明読んでみようかな。これらのバタリーテクスチャーのアイシャドウはですね、ブラシや指でスムーズにブレンドできます。これらのクール&ワームトーンの合計8色の色合いは、日常からフルグラムまで様々なルックを簡単にね組み合わせられます。パール、マット、ホイールなどのテクスチャーフィニッシュで、まあ、いろんな仕上がりがあるから、単色でもレイヤードにもね、こうディメンションにもいろんな風に使えるよっていうことかな。鏡がついているから、外出先のアプリケーションとかタッチアップも可能ですよって書いてありました。まあ、ということで、8色でちょっとちゃちゃっと装置していこうかなと思うんですけど、お、めっちゃ柔らかい。まあ、でもマットのカラーが1色で、
タリックのカラーが多いかなと思います。上の段の4色は多分全部メタリックだと思うんだよね。下の段の2色がパールかな。全色で装置してみたんですけどこんな感じですね。1、2、3、4色上の段でこれが下の段ですね。これがマットのカラーでこれがパールのカラーだと思うんですけど、メタリックのカラーと横に並ぶとしまわり光ってるのとグリッターが入って光ってるのとの違いかなっていう感じなんだけど、全体的に超キラキラ系のパレットですね。キラキラ大好き、私好みのパレットですけれども、これ見た時のねイメージとしてはこっちの4色で1パターン、こっちの4色で1パターンみたいなね感じかなと思ったんだけど、実際手に取ってみるとそうではなくても自由にね組み合わせてねいろんな感じのルックが作れるパレットじゃないかなと思いますので、さっきのブラシとこのブラシ使ってやっていこうかな。まずこちらのねピンクのマットのカラーをモフモフの方で取りまして、これベースカラーのせるのにって書いてあったからね、まず全体的にわっとのせていきます。クリスオーバーするぐらいまでかな、わっとのせて、うわすごい発色するな。あでもちょっと私にはこのブラシ大きいな、一気にバーッとカラーのせるにはいいんだけど、私結構こういうの細かく細かくやっていきたいタイプの人なのでちょっと大きい。最近かなりクリスにオーバーするぐらいまでカラー入れるから、その場合はこれのワンスワイプで一気にいくので時短にはなるかなと思うんだけど、こちらのカラーですね、シェーダーっぽい形なんだよねこれね。のブラシに取ってまぶたね絶対にのせていきます。めっちゃ発色がいい。ちょっと取ってワンスワイプでこれだけ塗るの、すごい配色がいいわ。私のね好きなヌルット系のアイシャドウですね、取ってないままねこちらのカラーですね、このカラーを取りまして、下まぶた入れます。まあ私ワームトーンのがね得意だからねワームトーンばっかりで攻めておりますけれども、クールトーンの方のカラーがめっちゃ可愛いね。これだとねでも私ちょっと締め色入れるには硬い気がするのね。違うブラシ使おう。これもエプシーに入っていたブラシなんだけど、でこちらのカラーですね取りまして、ちょっと締めていきます。ペンシルブラシっぽく使えるかなっていうぐらい硬いのね。この紫のカラーを取って下まぶたの際にね入れていきます。このカラーを取って先ほどの締め色使ったカラーね、あカラーじゃないブラシ、ここにちょっとだけ置きます。あすごいついちゃった、ちょっとだつまいな、すごいつくんだよこれ、めっちゃ発色いい。ルイデンはぼかして最初ね使ったブラシをちょっとだけティッシュオフして、こちらのカラーですね眉下入れてみよう、ハイライトカラーとして紫色がちょっとついておりますが、これもティッシュオフして同じカラーを目頭のせます。このパレットクールトーンのカラーがねめっちゃ可愛いから、クールトーンのカラーがお好きな方にはすごくいいだろうね。あるかな、この感じで目頭入ってるだけすごい可愛くないこのカラー。指に取って黒目の上にねちょっとのせます。これではピンクのねシマが入ってるのでピンク色にちらちらと光って可愛い。まあちょっと雑にねババッとのせましたのでブレンディングしていきます。パッと雑に乗せてもね、しっかりね、ブレンドすればね、なんとなく形になるので、最初は結構雑でもね、この作業さえ丁寧にすれば OK なので、こんな感じですね、アイメイク。わかるかな？伝わるかな？こんな感じで仕上げましたので、とりあえずね、パパッとアイライナー引いてこようと思います。アイライナー引いて戻ってまいりました。今月ですね、マスカラ入っておりまして、これもですね、ベティちゃんとのコラボの商品なんですけれども、ベティブープ by イプシーブリンク&ウィンクマスカラになります。これ使ったらベティちゃんみたいなまつげになれるのかなって思ってるんですけど、どうなんでしょうね。とりあえずね、説明読んでみようかなと思うんです。ショーストッピングアイシャドウズ、シマリングブロッシーズ、クリーミーリップスティックスなどなどを特徴とする象徴的なベティブープとの限定版コラボレーションを公開できることを非常に嬉しく思います。このボリュームと長くなるフォーミュラーは、まつげをドラマティックに持ち上げて、セパレーティングして、ディファイニングしますって書いてある。すごいね。めっちゃ使う楽しみですね。本当にそうだったらね、いいもんね。これは簡単にね、スマッチせず、フレークもしないで、終日長続きします。私たちは長い夜の外出のためにこれを愛します。砂時計の形をしたワンドと、短い毛って書いてあるね、が各
まつげをね、均等かつ迅速にキャッチしてくれるのかな。で、急いでいる時に最適ですって書いてありました。説明ね、読んだらめっちゃいいマスカラだと思うんですけど、ちょっと使ってみると何とも言えないんですが、短い毛もキャッチしてくれるようなことをね、説明にも書いてありますが、開けてみますと、砂時計の形っていうのが、こういう形なのかな？真ん中がくびれてて、わかりづらいかもしれないんだけど、スケジュールしてて、真ん中がくびれてる感じ。まあ、ということで、ちょっと塗ってみようかなと思うんだけど、一応ね、久々にね、ビューラーをかけまして、先ほど、しっかりめにね、ギュッと上がってるかなと思う。これがね落ちてこないかなっていうのもね見たいなと思いまして、カールをキープするっていうのも書いてあったと思うので塗っていこうと思います。結構塊でつくところもあるけど、セパレートしてくれるって書いてあったからどうかなと思って公務しておりますが、フェクがお話ししておりますけれども、ご飯の時間はまだなんだけど、カールは落ちてきてないね今のところね。そこまでストッと落ちてくるものはね、塗ったらもうデトーってなってくると思うんだけど、目だけ見ていただきたいですけど、わかります？このワンコート、これすっごくない？しかも私どちらかというとこっちのまつげのが短めなんですね。全体左の方が長いんだけど、ボリュームと長さがグワッと出ましたね。変な方向に曲がってる子は気にしないで、スッと伸びてくれないの。通行止め行ってみます。ちょっと暗くなってきたのでね、電気もつけてまいりましたが、乾く前に塗らないとダマにはなるから、乾く前に重ねないとやっぱくっつくので、2コートも3コートもしなくてもね、十分な長さとボリューム出てくれると思うので、1コートで十分だと思うから、こんな風にならないかなと思うので、まあ、とりあえず2コートしてこんな感じ。これつけましたみたいな。ということで下も塗ろう。急に話変わりますけど、手はね結構器用に使えるんですね。怪我の話急になって申し訳ないんですが、手は結構使えて、ただ変な角度になると痛いんだけど、お化粧するね手の動きはね苦手な動きがなくて、まあ、ただファンデーションもですね、ビューティーブレンダーでトントン叩くのは結構辛かった。そういうなんか力が加わる動きがダメで、肩は平気だから、肩を動かす動きは全然平気なんですよね。だから編集も実際ここ固定して肩動かせばマウス動かせるじゃん。だから結構カチカチできて、マウスをねクリックするぐらいの負荷だったらそこまででもなくて痛くないから、2日間ゆっくりねぐーっと休んだんですけど、さて今日どうしようかなと思って、あんまりねやることがないと困っちゃうタイプの人間って言ったらいいのかな、まあ、とにかくねなんかしてる方のも落ち着く人間なので、今日なんかビデオ撮りたいなと思ってゲットレディ撮って、カラーボックのね購入品のご紹介かイプシーどっちにしようかなと思って、ね、イプシーバッグのご紹介を撮ってるんですけど、まあ、イプシーバッグの紹介ねいつもこうやって座ってやってるし、まあ、あと時間的にねやっぱりいつもと同じ動きはできないからかかっちゃうかなと思って、2本ビデオ撮るのは難しいかもなと思ったのでイプシーバッグにしたんですが、まあですが真っ暗になっちゃってますけど、こうやって何かしてたりね、コスメ好きだからね、そういうものに触れてるとやっぱ楽しいから、何もしないでいるより気分も上がるしね、結果ねビデオを撮るの初めてよかったなと思ってるんですけど、見えますか？こんな感じですね。ちょっと先の方ダマになっちゃってるんだけど、この辺ね少しカール落ちてますね。目頭のところが角度が違うの分かります？あ、お父さんだ。もしもし、今出ましたよ。はい、私今ビデオ撮ってるよ。おお。はい、待ってるからね。散歩行くけど、あ、でも先にご飯買いつつ。うん、お願いします。はい。はい、待ってまーす。お父さん帰ってきちゃう。あと3つも商品あるんだけど、急がなきゃ。カール落ちてると言っても、若干なので、かなりグッと持ち上げてくれてますね。最初にビューラーかけたのがちっと甘かったのかな、目頭の方っていう感じなんだけど、両目頭ともちょっとずつ落ちてきてるけど、こうガツッとね、は、やっぱり上がってたら難しいからと思うんですが、はい、こんな感じの仕上がりです。ダックが帰っていく鳴き声がすごいけど、100% ね、カールは保ってくれてないけど、少しベティちゃんに近づいたんじゃないかなと思います。まつげね、私結構これ好きですね。2コートしたけど1コートでいいです。なので時短にもなるし、ということでこれはねちょこちょこね使うんじゃないかなと思います。今月ハイライターが入っておりまして、こちらになります。スペースケースコスメティクスのハイライターですね。カラーこちらにも書いてあるんですけど、 Seen from Space 1E なんですけど、この 1E は何なんだろうと思ってるんだけど、こちらのねハイライターが入っておりました。パッケージがね可愛いですよね。 UFO から何かビームが出ておりますけれども、なんかすごいねカラーポップみたいなの、こういったパッケージに入っておりまして、触り心地はしっとり系のパウダーなんだけど、こんな感じのカラー、めっ
っちゃ好きなタイプですね。かわいい。ちょっと角度によってピンクっぽくも見えなくもないけど、シャンパンカラーかなと思うんですが、とりあえずね、説明を読んでみようと思います。輝きをお探しですか？まさにこのようなハイライターは、自然な輝きを放ちます。ナチュラルルッキングって書いてありましたね。ノーストリークヒア。シルキーパウダーフォーミュラは、お肌にね、ゴージャスにブレンドしていきます。こちらはビーギャンでクレルティフリーと書いてありますね。良心的な輝きをね、得ることができますと書いてありましたね。シマリーモーブシードって書いてあるね。モーブなんだ。だからちょっとピンクっぽく見えたんですね。は、オールスキントーンにワンダーにワークしますって書いてある。めっちゃよく働くってことだと思います。ということでね、塗りましょうか。これはブレンディングブラシなんですけど、これで塗っていきましょう。おお、もう塗った形でピカッとしましたね。綺麗。今日のアイメイクとの相性もいいカラーですね。これでナチュラルルッキングって書いてあったのかっていうぐらいピカッと光りましたね。まあでも、あとビームみたいに光るやつはすごいから、確かにナチュラルめなのかもしれないね。ただあんまりブラシには乗ってくださいかなって思うので、取るの結構大変グリ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 してるんだけど、で、私が思ってるだけで結構ついてるのかな、どうなんだろう。取れるものってもうふわっともろっと取れるから、そういう感じではないんだよね。結構何度もこうやってグリグリして取ってるけど、こうやってやってても待ってないので、こうやっても回らない。指でね、塗った方がいいのかもしれないですね、これね、もしかしたらね。あ、でもしっかりピカーしてますね。可愛いと思う。ハイライター好きなのでね、やっぱりね、ピカッとさせたいとこ入れてキランと光ってくるとね、最高にいいですね。なんかお化粧が仕上がった感じがする。リップ塗ってないけど。まあ、ということで色物系はね、以上になりますので、ちょっと髪の毛バーっとやってリップ塗ってね、戻っていきたいと思います。まあ、ささっとドライヤーかけてリップ塗ってまいりましたが、ベティちゃんみたいに真っ赤なリップ塗ろうかと思ったんだけど、ちょっといろいろ主張が強いかもしれないと思ってモブ系のリップを塗ってまいりましたが、おわた二つはですね、スキンケアの商品となっておりまして、一つ目こちらになります。ビリーフのザ・トゥルークリームアクアボムになります。こういうのが開けられないの。あいた。まあ、こちらも有名なものだと思うんですけど、ブルーのカラーをしたジェルっぽいクリームですね。まあほんとトゥルンとプルンと、こっちと2人もめっちゃついてるんだけど、したクリームで伸びもめっちゃ良くて、すごくみずみずしいですね。ここ塗っといて説明を読みましょう。すごい爽やかな、なんだろう、これは柑橘系かな。この爽やかなクリームについて最もクールなことは、肌に潤いを与え、水分レベルを最大 70% 増加させます。大箱のエクストラクトとオーツの殻は水分を誘引して肌に閉じ込めます。ライトホワイトでオイルフリーのジェルフォーミュラは、毛穴の出現を抑えるためレイディースマントルハーブが添加されていますって書いてあるんだけど、レイディースマントルハーブ、これは毛穴のデトックスを助けるのかな。コラーゲンの生産の促進、そしてフリーラジカルによる損傷を和らげるために役立つ緑色の宝石であるマラカイトで作られております。マラカイト。ライトウェイトのフォーミュラーは、とっても簡単にこう吸収していって、滑らかなメイクアップ用の最適な、まあ、ベタつかないね、ベースになりますって書いてありました。こっちのカードにはですね、コリアンスキンケアって書いてるので、こちらもコリアンビューティーのものなんですね。使い方は、顔やら首やらにマッサージして塗ってねって書いてありますね。マスクのように使うときは10分分厚く乗せてからワイプするって書いてあるので、マスクとしても使えるんですね。まあ、ということでこちらね、使っていきたいなと思いますが、まだね、先月入っていったクリーム使い切ってないので、そちら使い切ってからですね、こちら試していこうと思います。そして最後になるんですけれども、めちゃくちゃ久しぶりにマスク入っておりまして、2枚なんですが、これはなんて読むのかなと思ってるんですけど、こちらね、韓国語が書いてあるので、これもコリアンビューティーのものだと思うんですが、こちらの会社ですね、エッセンハーブかな、エッセンハーブのこちらがティートゥリーシートマスク、こちらがキャノーラハニースイートマスクになります。パッケージが可愛いよねって思ってるんですけれども、とりあえずね、説明読んでいこうと思います。ティーツリーマスクは、余分な油を遠ざけながら、敏感な肌や炎症している肌をなだめる植物の複雑なエキスを誇っています。
またエイジングサインズ、老化の兆候だよねと戦い、ニキビを起こしやすい肌をターゲットにするためにティーツリーリーフエキスを使用しています。キャノーラハニーマスクはスージングハニーエクストラクトを使用して肌に集中的な栄養を提供し、潤いと栄養を保ちます。これは肌を艶やかに保ってで、ほうれい線とこういうところのシワの違いだと思うんだけど、シワや小じわを改善する保湿マスクです。最後にラッキーイップスターはグラムバッグに両方のマスクを入れますって書いてあります。私はラッキーイップスターだったようです。まあ説明読んでる感じだとね、両方でも鎮静効果があるのかな、よりこちらの方が保湿力が高いんじゃないかなと思うんですけれども、こちらね For All Skin Types って書いてあるんですけど、こちらはですね For All Skin Types Including Dry Skin って書いてあるので、まあどちらかというとドライスキンさこちらの方がいいかなっていうねものなんじゃないかなと思うので、またこちらはですね両方ともスペシャルケアデーにですね使いたいなと思います。以上が今月ですね、10月こちらのバッグに入っておりました5つの商品とアドオンアイテムになります。先ほどのクリームね塗ったところね、すごいもち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 しておりまして、しっとり気持ちいいですね。まあ、香りはだいぶ飛んだかなと思いますが、もっちりみずみずしいお肌になっております。まあ、ということでですね、今月ベティちゃんとのコラボということで、まあ、こちらのポーチもそうなんですけど、めっちゃ可愛いじゃんということでね、ちょっとテンションが上がりまして、こちらのねパレットをねアドオンしたんですけれども、中学生ぐらいの時かな、家族旅行でグアムに行ってベティちゃんの T シャツを買って、それでねベティちゃんの T シャツで、ね、よく着てたかなと思うんですけど、ベティちゃん結構好きなんですよね。おばがねベティちゃん好きかなと思うんだけど、ベティちゃん可愛いねって言ってね、一緒に T シャツを選んだ記憶があるんですが、アイシャドウのパレットの他にリップスティック、グロス、まあこのマスカラと何種類かねコラボの商品ありまして、全部ねセットでね購入することも可能だったかなと思うんですけども、かなり割引になっていたかなと思うんですが、そのセットもなんといっても今回はこの目元ですね、ちょっとベティちゃんに近づけたんじゃないかなと思ってるんだけど、自己満足かもしれないけど、やっぱりインスパイアされて作られてるものなんですけれども、インスパイアだけじゃなくて近づけてくるっていうのかな、仕上がりを、それはすごいなと思っておりまして、前にもプトリスとのコラボのコスメあったと思うんですけれども、アイデアを出してコスメ作ってる会社があるんじゃないかなと思うんだけど、どういう仕組みでねコスメ作られてるのかなっていうのはすごい気になりましたね。ほんとかなりねいいフォーミュラでこのねマスカラ作られてると思うので、すごく気になっております。このアイシャドウ自体メイドインチャイナって書いてあるんですけど、まあねこれねウサギちゃんマークもしっかりついててね、両方ともクルエルティフリーだと思うんですけども、テトリスのコラボがあった時から実はちょっと気になってて、今度その辺ねちょっと調べてみたいななんて思っております。まあ今回スキンケア系はですねまだね顔面では試しておりませんが、今月の商品もですね私とても好きな商品ばかりですごく楽しかったです。まあ何よりもねこのねバッグ可愛いなと思ったし、ただちょっとねバッグに入れて持ち歩くにはこれがねザリザリしてるかどうかなって今思っているんですけども、使いたいなとは思ってるんですが、まあとにかくこちらのね2点ですね、ベティちゃんとのコラボレーションの商品は質がめちゃくちゃ良かったので、今後もですねこのイプシーのコラボの商品期待だなと思っております。お父さん帰ってきましたね。まあということでね、お父さんも帰ってまいりましたので、またですね来月のバッグ商品そしてアドオンアイテムね楽しみに待ちたいと思います。テンション上がってる以上が、それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。